まってるの。あゆなさん、おはよう。おはよう。よく眠れたですか。ももちゃんも着せ替えしたいんだけどな。ももたちはバッチリぐっすりよ。なんかね、このミルクのさ、靴も変えたいんやけど。朝ごはん食べるです。食べよ食べよ。やったー、またあゆなさんに会えた。あの靴どう考えてもこの服に合ってないよね。もうちょっとなんかさ、茶色っぽい靴とか黒っぽいとか、青はちょっと違うな。ミルクたちのお顔もいっぱい見てくださいね。いや、いいな、私この猫の着せ替えと部屋作りめちゃくちゃ好きかもしれない。今日は何をしましょうか。何しても楽しいよ。とりあえずご飯食べよう。朝ごはん、朝ごはん。はい、それじゃあちょっとご飯をね。お、新しいの増えた。チキンライス、ケチャップ味のチキンライス、定番メニュー。玉ねぎは入っていません。違う、使っていません。はい。レンドで素早く切りましょう。こい、スタート。すごいすごい。二人とも目が輝いてるね。はい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 、はい、マッシュルーム、すごいすごい。マッシュルーム美味しいよね。おー、時間、やっぱりどん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 こうね、時間がかかる材料が増えてくるんだね。ぴったり止めて焼きましょう。さあ、ここで点数が変わってくるやろうけんね。頑張ろう。早く早くです。いい感じ。早くできないかな。あー、ちょっとだけ早かったかも。早くできないかな。おお、ちょっと過ぎたか。大丈夫か。おー、いい感じに色ついたね。どう、点数。960点。あと40点やった。早くちょうだい。はい、いただきます。ケチャップとか袖につけんようにね。特にももちゃん白いし。かわいい。ごちそうさま。はい、はい、それじゃあエピソード。かわいいなあ。もう、おはよう世界、ラ族にゃや。ラ族にゃにゃや。裸ってこと。ラ族って。ミルクたちもさっきスマホで知ったです。ラ族ってあれやない、家では裸でおる人ってことやね。違う、服を着ないで、ですよ、ね、裸が好きな人をラ族って言うらしいのよ。芸能人とか結構おるって聞くけど。桃たちね、あゆなさんのお家に車で服を着たことなかったです。まあ普通は猫はそうよね。多分家で飼ったとしても猫って服あんま着せんイメージやけど。今はあゆなさんのおかげで服を着られるので、ラ族から服族になったですね。服族、かわいい。そういう表現するんか知らんけど。何々族っていうの面白いね。うんうん。あとみんなでローソン族ですね。ローソン族。うん。なんかダサくない。好きな遊び族だね。うんうん。あと好きなもの、あゆなさんからもらったこのお名前好きです。おお、もももこのお名前好き。あゆなさんにつけてもらったお名前族です。長い長い、めっちゃ長いよ。ちょっと名前長いね。ちょっと長いけど大丈夫よ。何が大丈夫なの。ふっぴもきっと同じです。なるほどね。あゆなさんにつけてもらったお名前族になるよね。うんうん。あ、ねえねえ、あゆなさんには何々族っていうくらい好きなものある？ん？何やろ？何々族っていうぐらい。この中だったらどれが一番好きな感じ？元気に体を動かす。いやだな。静かに本を読む。最近ちょっとできてないよね。好きな歌を熱唱する。あ、好きかな。うんうん。好きな歌を熱唱するが好きなの。うんうんうん。あゆなさんは好きな歌を熱唱する族かもですね。なるほど。カラオケ族とかの方がまだしっくりくるかも。何々族って面白いね。また好きなものを見つけて何々族になるです。うん、どんどん好きなものを増やしてって。
ゆなさん、ももちゃんとお散歩しているときに、ガーデニングに使えそうな新しい鉢を見つけたです。ありがとう、使おう。やったね、やったです。それ人んちのじゃないよね、持ち帰ってきていいの。これで育てれる植物が増えるです。お庭に置いてくるです。おー、ありがとう、えらいね。お庭のガーデニングに鉢が一つ増えたので育てる場所が増えました。ガーデニングで育てられる鉢が一つ増えました。ってことやから、ちょっとガーデニングをね、とりあえずここにも何かしらを植えまして、丸いやつぐらいしかもうないんかな。コンペイトカントリー鉢、くっそ素材が足りね素材が足りね。ナチュラル鉢もちょっと足りんし、クール鉢もね。はい、シンプルでいきましょう。じゃあこれで育てていくよ。今回新しいやつなんかできるかな。何もできんかな。あ、でも一応、あ、いや、梅やった、普通にあ、何あれ、星スターフルーツではない。もう水はあげれない。これまだできてないのに。とりあえず収穫できるやつ全部収穫しよう。スターフラワーの種やって。へえ、スターフラワーゲット。めっちゃきらめいとるね。あ、これも新しいサルビア。へえ、いいね、いいね。なるほど、和風のやつとコンペイトでやったらサルビアが。ゴールドストロベリー、やったやったー、いいね、いいね。で、これは普通のイチゴ。あ、なるほど、この組み合わせでやったら普通のイチゴが 80% の 20% の可能性でゴールドになるんや。へー、とりあえず植えていこう。ここも2つとも出とるね。あ、これ朝顔かスターフラワーなんやね。へー、面白いな。ここももう両方出ちゃったな。これとよし、ここで。そして、まあこれをここにも植えておこう。あとはこれも両方できたよね。これは、そしてここをコンペイト。足りねえ、これも足りねえ。ってことは普通にするしかないっていうことか。よし、植えておこう。 OK、 これも収穫できるんじゃない。収穫しよう、しよう。はい、四角い種3個、コンペイト3個。 OK、 よし。ってことでお出かけしましょうか。さあ、今回はまた山の縄張りパトロールに出かけます。確かまたレベルが上がったはずやけん、もうちょっとね、触れる回数が増えたんじゃないかなと思うんやけど。何があるか楽しみです。あ、待って、スコップ、スコップ渡してないやん。ふ、プレゼントセントスコップ。お散歩だね。よし、今のところいい感じ。お、はてなや、はてな。なになに、はてな。疲れてないよ、全然。あー、カラス、マジか。よし、いける。お、強いぞ、ももちゃん。いいね。お、綿花3個ゲット。何があるかな？く。いっぱい歩くとお腹が空く、ね。ゴールできるかと思ったけど、やっぱ無理か。やりましたね。綿花ゲットー。どこまで行く？これでとりあえずね、クマ友とのまたレベル、フレンドレベルアップ。お、レベル3。よし、パトロールするです。
幸せですね。はい、枝バッチリです。でもうちょっとでゴールできそうな感じやね。見つけました。いい感じ、いい感じ。ちょっとずつ距離伸ばしていこう。ワクワク。お疲れ様。はい、そして最後クローバー。やりましたです。イエーイ、やりましたです。パトロールをし、お家に帰るです。今日収穫結構多かったんじゃない。はい、オッケー。あ、ちょっと助けてほしいの。なになになに。え、なんで埋まってるの。あらあら、クマ玉がお砂場に埋まっています。どうした、何があった。助けてあげましょう。助けるけども。助けてくれてありがとうなの。大変だったの。なんであんなことになってたの。なんで埋まってたの。ほんとそれよ。なんでか熊友にもよくわからない。何それ、コアホラーやん。公園のベンチでお昼寝してたね、うんうん、親友ちゃんの夢を見てたらバチッと起きた時にはお砂場に埋まってたの。子供に遊ばれたってことかな。一人で出ようとしたらますます埋まっていっちゃって。マジでやば、底なしの沼みたいな感じやん。助かったの。うん、よかったよ、たまたま通って。汚れちゃったね。うちで洗ってく。あらら、本当なの。毛の間に砂が入ってゴワゴワするの。クマ友はあれだよね、名前の部分とかもちゃんとクマのマークなんや。こんなに汚れたクマじゃ帰り道で海に間違えられちゃうかも。大変、洗おう。うちで、うちで綺麗にしてあげる。え、君のお家で綺麗にしてくれるの。これでクマとも初めて家に来るんじゃない。どんどん仲良くなれるね。ありがとうございます。なのお願いしちゃおうかな。うんうん。あなたはクマともを連れてお家に帰ります。数十分後。ここが君のお家なのね。そうそうそう。素敵。でも結構あのクマともグッズをね置いてるからね、多分見知った感じの場所に見えると思う。猫たちは今お留守です。クマ友をお風呂で綺麗にしてあげましょう。数十分後。君のおかげで自慢のピカピカ毛並みに戻ったの。何が変わったかちょっとよくわからんけど、うん、見直してみたらなんか違うんかも。いっぱいいっぱいありがとうございましたなの。いえいえ。てかこの仲良し道的なやつはさ、猫たちとのじゃなくて私とのなの。あゆなさんのおかげで桃たち、うん、どうした？できることがどんどん増えていってるです。うんうん。あ、ほらやっぱりミルクちゃんたちはね、みんなこういう猫のマークやね、名前の部分。そのありがとうの気持ちを込めて作ったの。なになに？これ受け取ってほしいです。手作り？嬉しい。手作りコースターもらいました。かわいい。めっちゃかわいいんだけど、器用やね。こんなん書いたん？スタンプ的な感じかな。なんだか肉球。ん？肉球スタンプ？そうなの。桃たちの肉球スタンプよ。いいねいいね。肉球スタンプを使って手作りコースターを作ってみました。よく思いついたね。どうしたらありがとうの気持ちを伝えられるかなって。考えてね。このプレゼントされるものはなんか使うことができるのかな。いちご俺でおもてなししたいなって思ったです。ありがとう。だからいちご俺を飲むときに使う用のコースターを作ったの。なるほどね。次のお茶の時間から早速使ってほしいです。ぜひぜひ使わせてもらうよ。かわいい。さあ、で、なんかプレゼントさ、そこの辺渡してないんよね。じゃ渡しとこう。スコップ。スコップ山でちょっと結構使うみたいやけん。はい、これ私からね。スコップをプレゼントしました。スコップ、前から欲しかったの。まあね、使うこと多いもんね。スコップはいろんな使い方ができそうです。おすすめの使い方って、あるですか？スコップおすすめの使い方。土を掘るぐらいしか。砂場で遊ぶ。砂場で遊ぼ。スコップを持っていく場所といえばお砂場だよね。うんうんうん。砂のお山を作ったりトンネルを掘ったり、あちこちで
大活躍です。渡したものってあれかな、なんかニャンスタグラムの写真撮るときとかに砂場で使ってくれたりするんかな。スポットがあれば楽しいなこといっぱいできそう。うんうん、たくさんいっぱい使ってね。そうです。うん、あゆなさんありがとう。いいえいいえ、ちゃんとお礼が言えるね、いい子だ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、なんかずっと買っただけで渡せれとるものやと思っとったけど渡せてなかったみたいやけん、次回ちょっとルーペも渡さんといかんね